斉藤もちるです。プロスカ4周年おめでとうございます。ということで本日より4周年記念ブルームフェスティバルガチャ開催されております。全部イラストがめちゃめちゃいいということで、今回はこのガチャのねイラストについていろいろ話した後にガチャの方を回していこうと思います。で、今回のガチャ引く回数なんですけど、この動画の1個前にね投稿している4周年前夜祭スペシャルプライズガチャの方で何連引くかが決まっているので、よかったらそちらの動画もねぜひ見ていただけると嬉しいです。そして今回のガチャはドリームピックということで、自分が選択したキャラクターがピックアップされます。今回はスペシャル枠2つ枠がありまして、カラフェス限定と工場メンバーが1人ずつ選ぶことができます。どちらも出現率は 0.4% ですね。またこのメンバーを選ぶことによって新しく登場する限定メンバーのピックアップ確率が下がるわけではないので安心してください。また今回のガチャは特殊なガチャボーナスがついており、フォーチュンフラワーパレードの交換所でね使うことのできるワイルドフォーチュンフラワーがガチャボーナス50と100で入手することができます。このワイルドフォーチュンフラワーは各種花に交換可能な、まあなんか自由枠みたいなやつなんで、持っとくとかなり便利なアイテムといった感じになってます。ではでは、まずはイラストについて見ていきましょう。ガチャはその後動画後半の方で引いています。また本編入る前にぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。まずはブルフェス限定メンバーから、宝物を見つめて神代類スキル、あの日々があったから、こちらですね。ブルフェス限定のめちゃめちゃ強い 160% スキルとなっております。そんなルイくん特訓前はショタルイくんです。ありがとうございます。前回カナデちゃんもロリカナデちゃんだったので、もしかしたらブルフェス限定は全員幼少期が特訓前イラストになるのかなって感じがしますね。そして前回のカナデちゃんと同様に後ろにねこれまでのいろんなイラストが映っています。まず真ん中に見えるのがこれ修学旅行イベントの時のイラストになるんですけど、星4イラストとはねなんか画角が若干違っているイラストになってるんですよね。これめちゃめちゃいい。他にも左側には多分体育祭かな、みずきちゃんと写っているやつや、2年3年くらい前に行われたねねちゃんバナーのイラストのやつ、他にも寝てる幼少期るいくんだったり、なんか野菜から逃れようとしてるるいくんとか、Mちゃんと一緒にいるるいくんとか、いろいろ写っております。絶対的にめちゃめちゃ可愛らしいですし、周りにあるアイテムもこれまでのるいくんの星音イラストに写っていたようなね雰囲気のある、なんかもう既視感しかないねアイテムばっかり揃っていて、めっちゃ雰囲気がいいですね。あとはサイストがどんな風になっているのか、僕前回のかなでちゃん引けてないんでブルフェスのサイスト全くわかんないんですよね。今回はルイくん当てたいところ。そんなルイくん特訓後はこちらです。はい、めちゃめちゃ雰囲気いいですね。まずそもそもの表情、そして髪型がかっこよすぎる。いいね、ちょっと長めなのがめちゃめちゃ好きです。そして周りがなんか荒廃した世界みたいな感じなんですけど、そんな荒廃した世界に博士とか研究者みたいな感じの服装のルイくん、周りには動いているロボットということで、なんか荒廃した世界で一人ロボットをいじりながらロボットたちと一緒に過ごしている、そんな一人じゃないルイくんっていうのめちゃめちゃいいなっていう風に思います。どうか寂しさもあるこうイラストだったり表情だったりではあるんですけど、まあ、それだけじゃなくてなんかこうロボットがいることによる安らぎだったり、ロボットを見つめながら過去の仲間との思い出を振り返ってるみたいな雰囲気もあってね、もうなんか何から何まで最高です。続いて私の知らない私たち鏡音凛ちゃん、こちらもブルフェス限定の非常に強力なスキルとなっております。ってことで凛ちゃんも各世界の凛ちゃんを見つめているイラストってことで、前回のメイコさんと同じような雰囲気のイラストになってます。左側にはサキちゃんと写ってるレオニー凛ちゃん、右下はこれ何年前だ、3年前くらいになるのかな、ケーキに目を輝かせているももじゃんりんちゃん、左側はニコニコ笑顔のワンダッショりんちゃんに、キメキメのビビバスりんちゃん、そしてあやとりをしているニーゴりんちゃんとも全体的に素晴らしいですね。後ろよーく見たら他にもイラスト書かれてるんですけど、ちょっと解像度が低くて僕にはよくわかりませんでした。まあ、ただそんな感じで思い出の詰まったイラストとなっております。そんなりんちゃん特訓はこちらですね。めっちゃかっこよくない？これ。表情も前を見据えていて、しっかり覚悟決まった感じ。でもどこかちょっと楽しもうとしているね、雰囲気もありつつ。
頭の周りにはなんか金属質のねガチガチのヘッドホンがついていて、髪型もめっちゃ可愛らしいんですよね。いや全体的に可愛いけど表情はかっこいいし、服だったり周りのものは全体的に締まったイメージになっていて、このバランス素晴らしいですよね。でこれちょっと伝わるかわかんないんですけど、プロスカの宝石箱のイラストとか描いてたレラさんっていう方のイラストで、こんな感じの雰囲気のイラストがあって、確かそれがミクシンフォニーか何かのねテーマイラストだったんですけど、そことかとね合わせて作っているのかなーとか勝手に邪推したりしております。続いて夢を乗せたメロディー草薙ねね、スキル慣れってすごい、こちら 130% スキルになっております。ということで4周年イベントのバナーのねねちゃんですね、スキル名の慣れってすごい、これめっちゃ気になりますね。なんか周りのキャラクターのやばい行動とか見てはいはいってなっているのか、それともなんかみんなの前でも意外と話せるようになったみたいな、去年の11月のクランクアップイベントとかとのつながりなのか、その辺がすっげー気になります。また大勢の前でショーをしているこのねねちゃんの表情もたまらないですね。そんなねねちゃんとくんぐらすがこちらということで、マジでねねちゃんイラストの中でもトップクラスに好きなイラストとなっております。この表情ちょっとね顔を傾けて固め閉じてのなんかこうねねちゃんの落ち着いた雰囲気の美しいイラスト、髪型もかなり長めで大人っぽくまとめているのがすごくいいですね。衣装も合わせてフリフリの可愛さとしっかり引き締まった感じのかっこよさどちらもありつつ、手にはカナリアが止まっていると、この辺もイベントストーリーとかとねしっかり繋がっています。また周りにいろいろ花とかがあるんですけど、これもしかしてなんか花言葉とかある系のやつですかね。まあ、多分メインのモチーフはカナリアだとは思うんですけど、花でこういうのありますとかあったらぜひコメントで有識者の方教えてください。続いて歯がゆいメイクアップひどもりしほ、スキル最高に楽しんでもらうためにこちら判定強化スキルとなっております。ということでメイクアップしてるしほちゃんめちゃめちゃ表情が可愛らしいですね。普段こういうメイクをしないからされていて、なんか恥ずかしいなってなってるのかなって感じがします。そしてこのメイクをしてる女の子山田さんです。いや2年ぶりの登場山田さん、まさかの2度目の登場っていうね、めちゃめちゃ熱いですね。もう明らかに髪型といい顔といい全部が山田さんとなっております。あとはスキル名が最高に楽しい死んでもらうためにこんなね恥ずかしい表情をしているけど、お客さんに対してのパフォーマンスは欠かさないっていうのがしっかりしほちゃんだなって感じがします。そんなしほちゃんとくんぐらすがこちらですね。表情がめちゃめちゃかっこいい、なんだろう不敵な笑みみたいな感じでね、こうちょっと目の片方ずつ閉じ方が違って、口のところは手を当ててニヤってねしてるのたまらないですね。こんな表情しほちゃんできちゃうのって感じもしますし、髪型もなんていうのかな、これウルフカットみたいになるのかな、しほちゃんにすげー似合っててかっこいいです。衣装に関しては普段よりかなり明るめな赤系統の衣装っていう感じになっていますね。そして周りにあるアイテムは花があしらわれたレコードになっています。この花なんかめっちゃ見たことあるんだけどなんかわからない。というか今回のイベント限定のイラストはすべて花が写ってるので、あの有識者日記の皆さんぜひぜひ花の名前とか花言葉とかコメントで教えてください。固定コメントにさせていただきます。続いて勇気を運ぶ歌桃井愛理、スキル衣装への思い、こちらもスペース機となっております。今回限定なのにスペース機2枚なんですよね。めちゃめちゃスキル強いです。運営さんありがとうございます。さあ今回の愛理ちゃんカスタネット持ってこのにこやかな笑顔、多分これもステージ上でパフォーマンスをしているシーンになるのかなって思います。この衣装めちゃめちゃ可愛くないですか。普通に特訓後イラストとして出てなんか衣装としてね実装されてほしいですね。また今回渋谷区の学校共同でなんかパフォーマンスをするイベントみたいな話だったんですけど、そこでアイドル桃井愛理がこんな姿でパフォーマンスしてるってこれ最高ですよね。俺も渋谷区に生まれて、そんな愛理ちゃん特訓グラスがこちらです。下ペロきちゃー、 ありがとう愛理ちゃんの下ペロはマジで需要しかないです。そしてこの表情ですよ、この可愛さとあざとさが入り混じった感じ、もうマジで今回のイラストで一
一番好きなイラストとなっております。また髪型もロングのストレートということで、お尻の下くらいまで髪の長さあるかな。めちゃめちゃ長いですし、この限定ヘアチェーンもめっちゃ欲しい。イラスト全体の雰囲気としては周りがかなり光り輝いていて反射している感じで、これがなんかアイドルとしての輝きみたいなのを表現している感じがします。あとは後ろのね扉がしっかりももちゃん4人のメンバーカラーが映っていますし、この大きな花もめっちゃ綺麗。この花何？誰か教えて。ではラスト、放課後のちょっとした手伝い青柳童也、スキル共通認識と共通言語、こちらライフ回復スキルとなっております。このスキル名何？共通認識と共通言語って何の話をしているんだろう。急に一人だけなんか世界観がめちゃめちゃ IQ30 ぐらい上がった感じがします。そんな東野くんなんですけど、水木ちゃんと一緒に写っているイラストで、放課後のちょっとした手伝いって書いてるんで、多分水木ちゃんが衣装担当で衣装の準備をしていて、それの手伝いをしているみたいな感じかなと思います。普段衣装作りとか全然わからない東野くんだと思うんで、その辺がね、うわこれそうなってるんだみたいになっているのか、イベストで描かれると思うのでめっちゃ楽しみです。この驚いている感じの東野くんの表情に、すごいでしょみたいになってる水木ちゃんの表情もどっちも最高です。さあそんな東野くんの特訓グラスがこちらということで、特訓前とのギャップがすごすぎるよ。めちゃめちゃ表情かっこいいですね。どこか表情筋が硬いような感じなんですけど、このね目がね左右で全然違くって、右目はハイライトが全く入っていないのに対して、左目はハイライトが結構ね光り輝いている感じで入っていて、ちょっと東野くんのこう過去とね現在の違いみたいな部分とかも描きつつ、冷静で大人っぽい東野くんっていうのを今回テーマにしているのかなと思います。それに合わせてアクセサリー多めですし、胸元がね開いた衣装になっているんですよ。いやこれエッチすぎるね。さらに周りに今回も花が飾られていて、今回東野くんの花はなんか金属製の花みたいになっていて、この辺も何かしら意味が込められてそうなんですけど、これ何なんでしょうね。もしかしたらクラシックとか音楽系のやつであるのかもしれません。はい、ということで今回は6イラストあったのでめちゃめちゃ長くなったんですけど、こんなもんとなります。じゃあガチャの方を引いていくんですけど、まずはピックアップリストを決めていきましょう。で今回未所持のフェスゲーについては上のメンバーとなっていますね。ねねちゃん、あんちゃん、しほちゃん、るかさん、えななん、コハネちゃん、アキトくんと言った感じになっています。意外とフェスゲン持ってるんだなぁと思いつつも、まあ、今回選ぶメンバーはね一択でエナなんですね。さすがにニーゴで唯一持っていないので、これは入手しないといけません。そしてもう一つの工場の枠なんですけど、これがね結構悩みどころでして、まあ、絞り込みの方でニーゴで絞り込むと、なんとニーゴの交渉でね持ってないの意外と3人いるんですよね。まあ、ここを選ぶ形になるかなーってところなんですけど、水木ちゃん2枚持ってません。これのせいでね、水木ちゃんちょっと今キャララン低いので、水木ちゃん選びたいところでもあるんですけど、このエナなんかね、ザムザエナなんかな、ずーっと入手できてないんで欲しいところでもあります。まあ、めっちゃ悩みどころなんですけど、笑顔が素敵なんでこの水木ちゃんで選んでいこうと思います。今回これでガチャ引いていきます。よろしくお願いします。さあってことで今回回すガチャの回数なんですけど、23連です。プライズガチャで100連チケット出ませんでした。はーい、ということで優勝とプライズガチャチケの11連分ありました。なんで24連ですね。優勝の単発3回と優勝10連、あとはガチャチケ全部回していこうと思いますので、よろしくお願いします。まずは優勝単発から、エナちゃん、マフリーちゃん、レイくん、では優勝10連よろしくお願いします。まあ、今回なんと言ったってブルフェスですから星を当てていくんですよね。素晴らしい。で今回 6% のうち8ピックアップなんで、8×0.4 なんで 3.2%、まあ、約半分はピックアップメンバーが当たります。これはピックアップメンバー当てるしかありません。よろしくお願いします。行きましょう。大丈夫、勇気、あーちゃん、これが勇気、ありがとうございます。一番欲しかったのが来てくれました、アイリーちゃんです。いらっしゃい、ここ空いてるよ。さあ星さんはアンちゃんですね。いや今回はアイリーちゃんいらっしゃいしてくれたんで、もう一人くらい星をいらっしゃいしてもらいましょう。
では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 、アイリちゃん入手ですね。激アツすぎます。ではもう10連よろしくお願いします。ガチャチケット10連です。いきます。ロード時間、あ、ちょっとこのロード時間はダメかもしれない。まあ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 、ブルーフェスなんでね、20連引いて星音1枚、これは確率通りくらいではあるので、よしとしましょう。さあ、足元、光りません。星3、2枚ですね。今頃、真冬ちゃんだ。この曲のラフを書いてるのかな。真冬ちゃんですね。ありがとうございます。ところで、この後ろのメガネボブ、次の実装いつですか？思いのほかは。トウヤくん。なんかごめん、スキップしちゃったんですけども、トウヤくんです。ありがとうございます。はい、あとはガチャチケットが1枚残ってるので、こちら引いていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、おいで。あ、アークトくん。はい、ということで、今回めちゃめちゃ短いんですけど、ブルフェスガチャは以上となります。もしかしたらまた引くことあるかもしれないんですけど、とりあえずは優勝単発毎日引いていくくらいにしようかなと思います。まだ他にも、セレクトリストガチャリミテッドエディションだったり、メモリアルセレクトやプレミアムプレゼントが合計6種、星音メンバー確定ガチャや、無料10連ガチャなどなどガチャ残っておりますので、こちらはね、また別途別の動画として投稿するので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回ブルフェス引いていきました。で、今回ね、ガチャあんまり回さなかったんですけど、次回2位後のね、箱イベントが待機していて、覚悟の準備をしておいてくださいと言われてるんで、ちょっと石残し目でいこうかなというふうに思います。また皆さん今回のブルフェスのガチャ結果はどうだったでしょうか？よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。またこの動画楽しんでいただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。